阿蘇医療センターだより第5回は外来がん化学療法についてお伝えします。お話を伺うのは甲斐院長です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずがん化学療法、これはどういったものか教えていただいていいですか。はい、分かりました。がんの代表的な治療法には3つあります。はい、1つは手術療法、それから放射線療法、薬物療法があります。手術療法はがんそのものを摘出する治療で、がん治療において最も基本的な、最優先される治療法です。それの他に放射線治療は、手術療法と同じくがんやその周辺の組織を放射線で治療する、2つとも局所療法と言われるものになります。はい、一方薬物療法は手術療法や放射線療法などの局所療法とは違って、薬物を点滴で全身に投与する、治療で全身療法に分類される治療法です。がんに対する薬物療法のことを一般的にがん化学療法と言います。がん患者さんに投与されている薬物には主に抗がん剤とホルモン剤が使用されています。じゃあその化学療法ですけれども、実際にこちら の, あの阿蘇医療センターでは、患者さんはどういった具体的な治療を受けることができるんでしょうか。はい、当院には化学療法室というがん患者さんに薬物療法が行える専用のスペースが備わっています。通院しながらがん化学療法を受けていただけますので、外来がん化学療法と言います。以前はこのシステムが阿蘇の地区になかったために、外来化学療法も熊本市内の専門病院に定期的に通院しなければなりませんでした。したがって患者さんたちに大きな負担になっていたと思われます。阿蘇医療センターになってからは、がん化学療法が外来でできるようになりましたので、安心して地元での病院で治療を継続して受けていただけるようになりました。当院では内科、消化器外科、乳腺内分泌外科の専門医が在籍していますので、さまざまながんに対する薬物療法が可能になりました。体制の方はどうでしょうか、先生からご覧になって。いや、十分だと思いますけどね。あと患者さんの数と、がそんなにまだ多くないので、十分余裕持ってやれてるんじゃないかと思うんですけどね。多いと思いますよ。どちらかというと最初は大学とか熊本市内の病院で始める人が多くて、それをこちらで継続する形が多いですよね。移動って結構大変ですし、大学とかも患者さん非常に多いので、待ち時間とかも長いですしね。こういったところの方が余裕を持って、患者さんの状況に応じてですね、対応しやすいんじゃないかなと思いますけど。私が個人的に熊本市内の大きな病院の化学療法をやってる先生方には、手紙とか書いたりして、あそれもやれてますから、通院が大変な人はどうぞっていう感じでですね、紹介してもらえるようなことはしてはいますけどね。家がすぐそばだからって言ってもうちょこちょこ来られている人はいますよ。その例えば大学からこっちに来られるとき、最初は不安を覚えて来られるんですけど、実際やってみると非常にスムーズにことも運ぶし、問題なくやれてるので、全然それに対して今一回始められるとですね、何も言われる人はいないですね。またこちらにはそのがんの化学療法に携わる認定看護師がいらっしゃるそうですね。はい、当院にはがん化学療法認定看護師の資格を持つ佐藤美和看護師が在籍しています。この認定看護師の資格は専門の教育機関で6ヶ月という長い期間の研修を受けた後に認定審査に合格しなければならないものです。認定看護師を配置したことで、がんの薬物療法において高い専門知識を持って対応できていますので、患者さんは安心して治療を受けていただけるようになったと思っています。はい、実際に感じる副作用と、目では見えないものですね、採血とかの血の検査でじゃないとわからないような検査などを総合的に判断して治療ができるかどうかも含めたですね、患者さんの状態を知って、その検査も自覚症状も含めた状態が
大丈夫なのかっていうことを確認するんですけど、その中で患者さんが不安になっていることとか心配なこととか日常生活の中でまあ困っているんじゃないかなっていう予測されるような副作用がありますので、そういったところをですね確認しながら、まあ、治療がずっと続けられるようにですね、予定されているものがずっと続けられるようにということを支えていきたいと思っています。はい、そうですね、私が厳しい顔をしてたらその患者さんも話がしにくいので、まあそういったところで患者さんとも笑顔で、そういうところは心がけて何でも言ってもらいたいと考えてますので、困ったことはないですかっていう言葉だけじゃなくてですね、気にかけてますよっていうことをアピールしていくことも大切だと思っています。阿蘇医療センターでは2016年7月にがん化学療法レジメン管理委員会というものが発足したそうですが、これはどういった機関になるんでしょうか。はい、レジメン、まあ、一見聞いてちょっと難しい名前ですが、はい、こういう化学療法薬物療法を行う上で、うん、お薬の種類、それから投与量、投与方法、それからどれぐらい投与するかっていうのをはっきり明記した治療計画のことをレジメンと言います。はい、でこの管理委員会では、がん化学療法に専門的に携わるがん専門薬剤師というのがいますが、当院には近藤玄三薬剤部長を中心に、がん化学療法を安全に適切に管理する体制が取られています。がん化学療法といったがんの治療をする上で治療の薬のことから、あと副作用のことですね、そういうことも含めてということと、あとちょうどがん対策基本法というのが日本でできたその前の年にがん専門薬剤師になりましたので、そういうシステム作りとかそういうこともいろいろと幅広くやりました、その当時はですね。はい、先ほど見ていただいたような特別の施設設備があった方がより安全だということですね。それは大きく言って2つ理由がありまして、うちも施設ができるまでは外来でお医者さんが調整をされてました。ですから診察をして調整をして治療ということですごくお医者さんの負担がかかってたんですけど、そこをこういう特別な施設、こういうセントラルで業務を行う場合には安全性をきちっと担保しておかないとですね、散発的にやる業務ではありませんので、まあ、そういうことでやっていただいて作っていただいて薬剤師が集中的にやるということで、まあ、薬を正確に無菌的に作るということ、安全に作るということと、医師のその診療に集中できる時間を十分確保できると、まあ、そういう効果があったのかなと思ってます。今回は外来がん化学療法について詳しくお話をお伺いしましたが、いろいろお話を伺っていると、まあ、ここ阿蘇医療センターでは高度なこの技術が備わっていることが分かって、患者さんにとってもものすごく心強いことですよね。そうですね、ありがとうございます。がん化学療法の充実だけではなくて、熊本市内のがん診療拠点病院というのが複数ありますが、それぞれの病院と連携を取る体制を整えています。まあ、さらに今回ちょうど1年前になりますが、熊本地震の影響で熊本市内に通院が困難ながんの患者さんが非常に多くいると聞いています。それぞれの病院の担当医師の先生方と相談をしていただいて、当院でもこういう治療ができますよということをお伝えして、可能であれば当院での通院化学療法ができるようになればと思っていますので、お気軽に相談していただけたらと思います。はい、阿蘇医療センターだより第5回は外来がん化学療法についてお伝えしました。先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。